これは昨日午後6時ごろのオホーツクの網走港です。岸壁には大勢の釣り人が集まり、海面を照らすライトも。皆さんが真剣な眼差しで狙っていたのは、秋の味覚、サンマです。港から海面を覗いてみると、サンマが群れをなして押し寄せていることがわかります。今、太平洋側ではなくオホーツク海側の漁港にもサンマが来ていて、網走港には SNS などで噂を聞いた釣り人が旭川や札幌など全道から集まっていました。特に夜になると人が増え、その数100人では収まらないほど。中には釣り用の機械を活用する人もいました。爆発的な釣果に皆さん興奮が止まりません。釣れてますね、すごく。まだ3桁行くか行かないかぐらいですかね。塩焼きか甘露煮ぐらいだと思うんですけど。こちらの男性は釣り糸を海に入れた瞬間にサンマが食いついてくる、まさに入れ食い状態。まるで一本釣りのようにサンマが次々とかかっていました。実は網走港にサンマが大量に押し寄せたのは2年連続。専門家は、例年ですと太平洋を北上したサンマはそのまま親潮の冷たい水の中に入って、そこで生活をするのですが、今年は千島列島周辺の水温が非常に高くてですね、太平洋を北上していったサンマの一部がそのままオホーツク海の中に入り込んだというふうに思われます。オホーツク海はですね、動物プランクトン、この餌が非常に豊富な場所です。太ったサンマですので非常に脂が乗っており、あまり食べることができないサンマが漁獲されているというふうに思います。思いがけないサンマの豊漁に港は釣りファンの熱気に包まれていました。